小潜伏星史氏は中国の名、信頼に存在した地方広域行政機関、またはその市政下の地域のこと。明朝の小潜伏星史氏は現代中国の省に相当する広域行政区であり、主管である小潜伏星史氏不正史の管轄地域で、略称は不正史氏、ぬの政治、藩史、俗称は行省または省。 管轄地域の民事を担当した。不正氏氏には、左と右の省先不正氏氏不正氏が、それぞれ一人ずつ置かれ、これが行政長官に相当する。なお、省の治安と軍事は、それぞれ、日下系アゼチ氏と、都市喫氏が管轄した。都市、ヌの政治、アゼチ氏を合わせて、都府、安ン,ン氏と呼ばれ、将来の最高行政機関だった。都府、 安三氏の食券は相当程度、元張の行中諸長と一致する。ただし、行中諸長は中央の軍事行動を出先で支える軍政機関として作られていたので、その点は異なる。三氏の品級は、都市騎士が最も高く、蝶は正二品。ぬの政治がそれに次ぎ、左右の不正氏はいずれも十二品。 ヒサゲ系アゼ氏の長官であるヒサゲ系アゼは、肖像品。清氏は、民政を踏襲して、各地の小選不正志氏は維持したが、不正氏一名だけを置き、不正氏の上に固定性の総督、順部を置いて、正全体の軍民を掌握した。不正氏は、順部の俗官となり、一省あるいは数府の民政、財政、伝道、戸籍、宣告、役人交差、 特部と各府県との意思疎通などに潜入した。県立年上以後、省は省専不正史の非公式の故障として政府から認められるようになった。民国時代に、ぬの政治制度を廃止して省を設置し、中国史上初となる省を正式名称とする行政区画が誕生した。ベトナムの後霊長は民に習って省専を設け、その長官は、 小生としたので、小、政治とも言った。後の元長は清志に習って、小を設け、長官は、準部、総督、不正師とした。小戦不正師氏の前身は、元朝の行中諸将だった。そう、金、元の管理は、職分、行、守る、説を兼ねることがあった。行は、本職より、会による転職を指す。現代の軍事統帥は、 中諸省最相を権量するのに対し、通常の軍事統帥者は親王または国王であるため、行中諸省と呼ばれる。市政16年に主元省が州喜び城を落とした後、半早や指示によって呉れ国交を授けられた。主元省は呉れ国交権量高難当初行中諸省となった。留保4年、州に中諸文章を設けた。以後、 地方を攻略するたびに、すぐに行省を設けた。明発は、元政を踏襲して、中書省は、京城周辺の地域を、行中書省は、全国各地を管轄した。後部9年、保異王の極の影響により、中書省と行中書省を廃止。石膏、高生、福建、北平、高生、四川、三島、関東、河南、仙西、古江、 三世の行省は小戦伏正史氏となった。行中諸将の主官である行省兵商政治と左、右上は廃止された。行省三期政治は不正史と改められ、大群は正二品。左右の三世は十二品。行省の左右の司は経歴史となった。行中諸将の元々の職権はこの時に三分割され、不正史氏は民政事務の先従となった。 小戦苦生死の意味は、朝廷う徳さは近礼、禁令、小流戦派、以下を有しで、略称は、不正死死、布の政治。俗称あるいは通称は、行省省ここから受けたまわり、戦苦生死死派行賞の代わりに、地方の一級行政区画の名称となった。南京王天府付近は、小戦苦生死死を設けず、中所省の直轄となった。後部年。 ホイヨの極の後、中諸省は廃止され、慶視と全国の十二省先不正史氏は六部に直属することになった。不正史は十三3な、賛成は十四4なに改められた。後部十四年には左右の三義を増設して、正四4なとした。また、不正史を一名増員して、各不正史氏には、左と右の二人の不正史が置かれるようになった。後部十五年に、 雲南不正史を設けた。後部二十二年に不正史を十二品と定めた。剣文年間に不正史を正二品に格上げして格一人に減らしたが、英楽三角は急性に復帰させた。英楽元年に北平省先不正史史を安在に昇格させ、不正史史を廃止した。英楽五年に高鎮塗の政治を設け、英楽十一年を奇襲不正史を設けた。 戦徳3年にコ賃チの政治を廃止した。これで全国は北直令、南直令を除いて13省と定まり、量刑13省と続称された。戦徳年間から臨時任制で軍事的性格のある総督や巡部が登場したが、特別な許可がなければ管理職料や管理経明について不正史やアゼッの職権に干渉してはならなかった。 民の始めから、政党年間にかけて、不正子氏の地位は六部と同等であり、中央で、少書や、次郎や副都御氏に任せられることがしばしばあった。影安年間の後は、ぬの政治の地位は下がり、六部を受艦することもなくなった。民の不正子氏の主官は左右の不正子で、その下に、以下のような官職があった。新朝は成立直後は、民政を踏襲した。順三年。 各省には依然として左右の不正詞を置き、貴州省は右の不正詞を置かず、南直霊部院次郎を廃止して、江南左不正詞と江南右不正詞を置いた。順次18年に江南文書を実施して、左不正詞は江寧、右は蘇州に移駐した。後期2年に先生文書を実施、先生右不正詞は京章に移駐して、官縮を収めた。 後期7年に、ここを文章して、ここを右不正詞は、調査に移中して、コナンを収めた。後期6年に、コナン右不正詞を、チャンス不正詞とし、左不正詞は、暗記不正詞とした。先生左不正詞は、西安不正詞、右不正詞は、京商不正詞とした。ここを左不正詞は、湖北不正詞、右不正詞は、コナン不正詞とした。同時に、 不正主が二人いる場合は一人にするように、制度改革を行った。左右の違いはなく、十二品。先生なおため両人、小ため、森道。後期八年、直令賞を設け、口福度託師主権賛成不正主とした。西安不正主は、先生不正主に改められ、片島佐不正主は、蘭州に移住し、監宿不正主になった。 幼生2年直霊森道は直霊に改められた。拳流18年から各省の不正史だけを残し、両家の森道は不正史、賛成、賛美の肩書きを兼ねることをやめた。拳流25年安期省の不正史は安慶一に寄中し、チャンス不正史は高寧と蘇州に分けられた。拳流26年2月には高寧駐在を江波は愛上げ除海通等。 所受けたまわり先伏正氏氏、蘇州駐在は、江南蕎松常陳夫と等、所受けたまわり先伏正氏氏である。清は元、民の習慣を踏襲して、沼の政治を、小、教唱と、俗称した。しかし、総督や巡部が、地方権力を掌握し始め、沼の政治の地位はその次に交代したことで、小の意味が変わり、沼の政治ではなく、 順部を基準とするようになった。新庁中央までは19不正史史があったので、18行賞、または内地18章と、続称された。清はこの問題に気づいたので、賞や行賞を避けて、頭部と呼称されていることもあるが、賞という言葉が一番よく使われている。高所10年、完縮新教省を立て称し、完熟新教不正史を増設し、 敵化府に駐在した。高所十三年、福建台湾省を増設し、福建台湾不正氏は台北府に駐在した。仙洞二年、各省不正氏市を改めて財政交渉を設け、その主間は不正氏としたものの、経歴以下の各官職は廃止された。新の不正氏市の主館は左右不正氏で、その下には三等不正氏市三省不正市市家南不正氏市、 先制不正死死戦不正死し後正不正死し国交不正死し石膏不正死し福建不正死、関東不正死、後正不正死し雲南不正死、紀州不正死、平良、燕不正死、県分連間に、沿王、主体が反乱を起こし、北平省不伏政死が陥落した。県分帝は、魔女府に別に平燕省潜不政死しを設立し、本来の北平省潜伏政死に属した。 府、州、県のうち、え王の支配が及ばなかったものを管轄させた。高鎮不正志士高南左、安記不正志士高南右チャンス不正志士、高年不正志士捜作異高年不正志士が門敵、千円先生不正志事務所古北、不正志士高南不正志士福建台湾不正志士。ありがとうございます。